はい、ということで、第2部セミナーを始めたいと思います。おはようございます。おはようございます。はい。ということでですね、今回はインスタグラムとアイディアというセミナー内容だったかもしれないんですけれども、カフェ会のね集客ということで、ミクシィを強めにお話ししたいなと思っております。で、さっき受けた方がほとんどですので、ちょっとね、喋る内容を少し変えたいなと思うんですけども、やっぱってカフェ会ってやってるんでしたっけ？やる予定なんですね。あ、なるほど。で、さっき話せなかった LINE アットの方からいきましょうかね。はい、LINE アットの方を説明していきたいと思います。 LINE アットと LINE って違うんですよ、はい、全く別物なんで、まずまだ違いみたいなところをしていきましょうかね、最初に。まず LINE と LINE アットの違いですね。LINE は普通に友達になれる。普通。普通に友達になれると。LINE ID を教えたら、LINE ID 教えてよとかね。LINE ID教えるから登録してよとかね、ありますけど、 LINE は普通にできますよね。でも LINE アットの方は、こちらから登録できません。こちらから追加できない。だから相手の LINE ID をいただいたとしても LINE アットに強制的にぶち込むことはできないってことですね。だから向こうからやってくれないといけないです。そうですね。だから LINE ID 教えてよ、 LINE アット登録しとくからっていうのができないんです。だから URL か URL か、QR コードか。あとは ID ですかね。これを相手に渡して追加してもらわなければいけないということですね。LINE アットに関してはこれちょっとね、残念なことなんですけど、多分ね、スパムとかそっち系をなくすためだと思います。LINE ID かき集めてぶち込んで発信、そんなできないようにするためだと思います。で、LINE はですね、グループがある。LINE グループとかありますよね。LINE アットはグループはありません。これも不便ですね。LINE アットでグループあったらいいんだけどねとか思うんですけど、不便っていうか、多分ね、どっちかっていうと、だから LINE は LINE アットの方はね、メルマガですね、ほとんどメルマガです。一方通行、向こうが興味を持ってくれて登録してくれて、こっちが一方的に配信するっていうパターンですね。 LINE アットほとんどメルマガと同じです。こんなものかな。でもあとはですね、1対1がの会話ができるのは両方できますね。両方 OK。LINE アットはじゃあその発信するだけで一方通行のみなのかというとそうではなくて、 LINE だと1対1の会話もできると。これはすごくいいですね。メルマガなのに1対1の対話ができるということです。そのままね、それぐらいかな。 あとね、ホーム画面投稿とメッセージ投稿っていうのがあるんですね、LINEだと。ホーム投稿とメッセージ投稿っていうのがあるんですよ。例えば、LINE アットだと LINE アットのページっていうのがあって、これ他の SNS とかと同じなんです。カバー写真があって、これプロフィールで写真があります。で、ブログみたいな感じで毎回記事がねこういうようになってますよね。知ってますよね。知ってますよね。 LINE アットって大体ねこうやってなってます。で、まあ、記事を、ね、毎回投稿するところがあるわけですね。LINE でいうタイムラインみたいな感じですね。タイムラインのちゃんとした版みたいな感じです。なんでこの人から、あとこれが例えば僕だとしたら、一般の LINE ユーザー、一般の LINE ユーザーは、この人と同じなことによってここのタイムラインを見れることができるようになるんですよね。プラスアルファ、直接個人の LINE もできるってことですね。なのでまあ LINE、普通の LINE アカウントのちゃんとした版って感じです。その人だけのタイムラインって LINE もあると思うんですけど、 LINE アットはなんかもうちょっとちゃんとした感じ。ホーム画面に長文投稿しますよね。まあ、メッセージ長文できないんですよ。長文送りつけられないんで、なんでこうホーム画面に例えば1000文字、まあ、ブログのコピペをこう貼ったとしますよね。ホームページ、ここのホームに貼って、でホームのこの一部分だけくり抜いて直接こうやってメッセージぶって送るんですよ。で続きはタイムラインでってやると、あ、じゃあタイムライン見に行こうってタイムラインに来てくれたりするわけですね。あとは、まあ、使い方ね、いろいろこれあるんですけど、まあ、タイムラインの続きはタイムラインでってやってる人もいますし、続きはホームページでってやってる人もいますよね。ホームページっていうかもう公式ブログ、の続きは公式ブログでってやると、公式ブログの PV がアップするわけですよね。まあ PV とか資産ですから、ホームページとか資産ですから、こっちの方に流した方がいいっちゃいい。こっちはね、このタイムラインはそんな別に、ね、ネット上には出てこないですよね。別に。でもブログとかホームページはネット上に出てくるので、このホームページが上がれば上がるほど検索順位が上がっていって、Google さんからも新規の人が入ってくる可能性が高くなるから、大体みんなこのようにやっていったりします。あとはもうメッセージ内でね、直接アフィリエイトしたりしてる人もいっぱいいますし、そういういろんな使い方があるということです。で、まあタイムラインのいいところっていうのは、結構タイムラインこれ測定できるんですよ。何人見たかとか、そう何人がこっちに行ったかとか見れるんですよ。アクセスとか。だからその結構便利です。だから今こっちに誘導した方がいいのか、こっちだった方がいいのかっていろんなねやってる人がいろいろいるんで、タイムラインに誘導してる人もいるし、ホームページに誘導してる人もいるし。直接アフィリしてる人もいるし、いろいろやり方あるんで、ちょっと僕今研究中なんですけど、なんでまあこれはこれでアクセス数が見れるよ。はい、ということで、ではカフェ会にどうやって使ったらいいのか、カフェ会で管理をどうしたらいいのかっていうのを説明します。でですね、まあそれでもいい、今ですね、今のやつは今のパターン、まあカフェ会に来る、LINE こういう感じにはなると思いますね。多分こういう感じですよね、今ね。で、これいいんじゃないかなっていう、まあちょっとね、あれなんですけど、これまだね、研究段階なんですけど、LINE@を使った場合ですよね。リピートの人は全員 LINE@ でもいいんじゃねえかって思います。僕はどっちかっていうと、来てもらったら絶対 LINE@ で友達と交換する。そうすると何ができるかっていうと、ブログとかって教えても見る人あんまりいないと思うんですよ、実際いちいちね。だからプッシュでねやるっていうことで、無理やり見さすっていう、どっちかっていうと。そうすると、LINE@を教える、まあ、もしくは登録してもらう、まあ、登録してもらうのは、QR コードこうやってできるんで、LINE@をこうやってお願いしますってやればできますんで、それで登録してもらうと。で、今まではここで、まあ、直接メッセージをね一人一人にしてたと思うんですよ。また来てくださいって。それが一気にできるようになります。一括送信ができる。これ結構でかくないですか、さっきのメッセージっていう方で同じ文章を作って一斉送信ってしたら、みんなにこうブッて普通にメッセージ入るんで。で、めちゃくちゃいいのはもう1点ですね。プラスアルファでね、まあ、時間軸としては並行してるんですけどタイムラインですよね。で、今撮って快感で要素が撮ってツイッターにアップしたりとかね、ブログにアップしたりしてると思うんですけど、それを LINE アットにもやるだけでいいんで、これで。そうするとタイムラインでいつもこうやってるのが見てたら楽しそうとかね、またなんか毎回やっぱ違う人来てるなとか、やっぱ人脈広がるんだなみたいな、そう洗脳というかね、そういう情報を与え続けられます。それで毎回ブーはやんなくてもいいかわかんないですけど、やっていいのかな。まあ、今日も毎回楽しかったです、写真みたいな、そんなもんで十分だと思うので、それ毎回やってたら、ちょっとメッセージはうざいかもしれないですけど、タイムラインで、ね、毎回どうしてたら、一応タイムラインのなんか赤いマークを使って、おうちのマークなんかタイムラインが見えますよね。楽しそうだなとか、また、あ、そういえばカフェ会なんかあったんだみたいな、この前行ったんすよみたいな、思い出してもらいます。で、メッセージでブッてたまにね、来てくださいってまだ入れますってやると、ああそういえばってなって来てくれる可能性が高くなると思います。なので LINE だとやっぱリピート戦略にすごく良くて、まあ、リピート戦略とこう教育ですねっていうのはすごくいいので、ここですね、まあ、一括送信ができて、まあ、タイムラインも常に見てもらうっていうのが非常に効果的かなと思います。特にカフェ会はね、店舗ビジネスとほとんど変わらないんで、カフェ会は。なんで、タイムライン、LINE だと必ず使った方がいいと僕は思っているので、ここすごくプッシュしてます。まだ LINE だと登録しない人は登録してください。で、あとね、パソコン持っていて、LINE だとパソコンで使ってないっていう方は、パソコン、このね、これ、このサイトをブックマークしてパソコンで使った方がいいんで、基本的には。で、LINE@PC とかで調べてもこれ出てこないんですよ。LINE@マネージャーって調べないと出てこないんで、このサイトの URL。ということでですね、ではタイムラインやってみましょうか。タイムライン、ホーム投稿。行動向とメッセージ送信。ちょっとね、今やってみましょう。で、今までね、カフェ会やって写真撮ったことある方は写真、本文と写真。もしね、ブログとかやってる方いたら、もうそれをコピーしちゃっていいんで。ホーム画面、ホーム投稿の方は、ロングですね、ロング。長いです。で、もしそんなに結構メッセージで写真まで送ってくるのって結構うざいかもしれないんで、僕は写真はホーム投稿だけにして、メッセージでは文章だけにしてます。なんか僕が切ってたらちょっとうざいなと思うので、若干そんでもない人がいるので、ちょっとそこはまあちょっと差し掛けるんで、自分差し掛けるんで大丈夫ですけど、まあ文章も短ければメッセージでも同じでもいいかなとは思いますけど、写真と一緒にカフェ会やってるやつも多いですよね。そうですね、カフェ会を今日はなんとかやりました、やりましたって言って、今回なんかこんなのやりましたって言って、まずホーム投稿をする。その後、ホーム投稿の後にメッセージ送信をしてみてください。まあ、すでに1回来てくれていて、また来てほしいからやってるわけですから、また来てほしい、1回来てくれて、もう1回来てほしい人を思い浮かべてやるって感じ。メッセージは強制的にぶってすることができて、タイムラインは、興味のある人しか見ないということを意識しています。はい、それでは本日のセミナー、以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。